さんジョン・ネロン、ジョ,ジョン・レンロンにしましょうか。人生は短い、だから友達と争ったり戦ったりする暇なんてないんだよと。はい、短いですね。なんで僕も、その、お付き合いする人、関わる人っていうのを、あの、自分でだいぶ決められるようになりましたね。もちろん、その、借金返してるときは選べなかったんですけど、今は結構ね、お客さん選べるようになったんで、まあ、すごい、時間が有意義になってますね。うん。 だからこれができないのが普通じゃないですか。サラリーマンで働いてたら、まあラッキーだったらね、あの職場の人間関係が非常にいいとかね、もうめちゃめちゃ楽しいとかだったらそれはいいんだけども、それは多分当たりで、当たり引けるのってあんまないと思うんですよ。移動転勤とかもあったりとか、部署が変わったりとか、新しい新人が入ってきて、新人が気に食わないとか、いろいろあると思うんですよ。要はまあ自分で決められないんですよね。ただ、うーん、一人でこうビジネスやってると、別にそれは決められるんですよ。ただ決められないステージもあります。 最初は、ね、ただまあ、ある程度余力が出てくると全部人を選べるので売りたくない人に売らなくてもいいし売りたい人だけに売ればいいっていうで、えー、その人たちだけとつるめばいいのですごく有意義な人生になるかなとう要はうーんまあ一般の人はねまあ、ほとんどまあこういう人生遅れてないと思うんで。 うんまあ、僕はもう一人でビジネスやって稼げるようになれば全部が選択できるとだ逆に言うと自分でビジネスで稼げないと自分の選択で生きられない、えー、人も場所も人も場所もお金もですね全部選べないんですよ会社が決めた給料会社が決めた人事会社が決めた場所 <laughs> 全部選べないですよね自分の人生なんだけども人生短いんだけども選べないと こ僕はまあ本当に一人でこう独立してよかったなっていうことしか思わないですね今はね。まあ最初は大変でしたけどいってらっしゃい。